非公開の形でやることが、本当にこの国民に対する政治説明責任を果たすことができるか、政治のこの不信を解消するということに本当につながっていくか。弁明する議員が、自分は非公開お願いしたいと言って、それを拒むことはできない。しかしながら、そこにおける真理というものは無意味だとは私は思っておりません。本当に充実した中身のある真理がなされる、そういう運営をまさしく、これは期待という言葉しか使えませんが、そういうことだと思っております。また、共産党の山添議員は、企業団体献金について、金の流れが仮に完全に透明でも癒着は隠せない。きっぱり禁止すべきと迫りましたが、石破総理は企業団体献金が悪で個人献金なら良いという論理には全くならない、透明性を増すようにすべてのデータベース化と申し上げていると、従来の禁止より公開という主張を繰り返しました。